トラニオン、トラニオンとは、方針や機械部品に取り付けられた円筒形の突起である。この突起は他の部品によって指示され、方針や部品を旋回させる回転軸となる。また、トラニオンによって部品が保持される。語源は、フランスの古語に由来し、日本語では筒のみ、あるいは方針を支える場合は法字と呼ばれる。大砲の方耳は、 家宝の質量中心に位置する二つの突起物であり、二輪から四輪の移動可能な砲がに取り付けられる。砲耳は砲身を容易に不良させることから、一体、鋳造された砲耳は、軍事視野にとり、初期の野戦砲の最も重要な進歩の一種であると、される。1400年代初頭、より大型で強力な工場砲の製造をするため、 これらを搭載する新しい方法が特別に設計されねばならなかった。補強された車輪、車軸、また砲の後方へ展開する顔などから頑強な砲画が製造された。砲は全長2.4メートルにまで及び、また打ち出す鉄製の投射体は11キログラムから23キログラムの重量であった。こうした。 電鉄製の休憩弾の射撃は、石で作られた砲弾の砲撃と、射程と正確性を比較された。砲耳は、必要とする角度へ砲針を行を起こしやすいよう、しかし砲が配置された際に、砲がから分解しなくても良い程度に、可能な限り質量の中心部付近に備えられた。いくつかの砲は、第二の砲耳を第一のものから数フィート後方に備え、こうした砲は、 より簡易に輸送できた。法は、砲外が,が後方へ、数フィーと交代することで反動を処理するが、砲兵員もしくは、軍馬の組により射撃位置へ戻すことができた。これは、こうした大型砲の急速な輸送や、輸送状態から、砲撃位置への移動をより簡易にし、また砲兵と軍馬のチームは砲を牽引して、任意の地点に移動できた。フランスのブルゴーニュで設計された砲耳を持つ、 工場法は、その性能のために、1465年から1840年まで、重要な改善をほぼ必要としなかった。シャルル八世と、フランス陸軍はこれらの新型法を第一次イタリア、戦争に投入した。当時、軍事と法絶について優秀であるとみなされていたが、イタリア人はフランスにおける、工場兵器の革新を予測なかった。これ以前の野戦法列の方は、 巨大で大口径の方であった。この超大型砲に加え、巨大な石、または他の投射物が目的地から目的地まで一緒に引きずって行かれた。こうした巨大なものは包位戦にのみ、有効に投入でき、より多くの場合、戦場では心理的な効果しかもたらさなかった。こうした巨大な球砲を保有することは、どのような陸軍にも勝利を保証するものではなかった。 フランス軍は、こうした巨砲の限界を理解しており、彼らの努力をより小型で、軽量な砲の改善へと傾注していた。使用された砲はより小型で、より扱いやすい投射物をさらに多量の装薬と組み合わせていた。こうした要素と共に砲耳を装備したのは二つの理由が鍵となっている。軍馬で編成されたチームは、今やこれらの方を、 十分早く輸送して部隊に追従できたこと、また砲撃の前に停止して適切な射程を得るため砲を砲画から分解する必要がなかったことである。イタリアの歴史家、政治家であるフランチェスコ・ムイチャルディにはしばしば歴史の父とも呼ばれている。彼は砲列が市外の防壁に対して非常に素早く配置され、緊密に並べられた砲は非常な速射を行ったこと。 またこうした力、砲撃により加えられる損害の総計は、1日の問題から1時間の問題へ移行したと記述した。1512年のラベンナの戦いと1515 15年のマリニアーノの戦いで、史上最初に見られるように、砲兵と砲は砲以下の都市に対する侵略軍の勝利について、非常に決定的な役割を果たした。都市は士気を保って、 最高7年の包囲にこうしたが、これらの新兵器の出現により、速やかに陥落した。新兵器が非常に早く輸送され、戦術上重要な位置からより精密な照準ができるようになった時点で、防御側の戦術と防御施設は変更を余儀なくされた。二つの変更点は5、そして竹を低めて傾斜をつけ、土砂を詰め込んだ城壁の追加である。 この城壁は、市外の周囲を包み、砲弾の威力を吸収した。また、円形の監視塔は角張った、両方へ代替された。こうした塔は、イタリアの影響とみなされている。誰であれ、こうした、新兵器を持つ余裕がある者は、今まで彼らの軍に併合することのできなかった彼らの、隣人や、より小規模な独立国をしのぐ、戦術的な利点を得た。より小規模な国家、 例としては、イタリアの広告では複合化が始められた。また、フランスやハプスブルク皇帝など、既存のより強大な存在は彼らの領土を拡大し、より強力な統制を維持した。貴族階級は彼らの領土と城が脅威に襲われたことから、彼らに課せられた税を払い、またより密接に彼らの統治者の要求に従い始めた。法耳を装着した。 工場法とともに従来よりも強力で大きな国家が形成されたものの、これによって強化された力を持つ近隣の政府の間には紛争が生じ始め、続く数世紀の間、ヨーロッパを苦しめ続けた。サスペンション、喧嘩装置の機構として使われる20世紀初頭にアメリカの鉄道車両メーカーである JG ブリル社がブリル 27MCB をはじめとする一連の インターアーバン向け高速二軸ボギー台車を開発した際に、揺れ枕の過剰な溶動を抑止するために、トラニオムを導入した。これは、車体直下で台車の旋回を支える心皿と、側受けが作り付けられた上揺れ枕の左右両誕生面に突き出したピンと、台車の主要構造物である左右の側両とそれらの間に渡されたトランサム、横両強固に結合する。 ガゼットプレートと呼ばれる部品に設けたピンの間に、トラに、温帯ロットと呼ばれる両端にユニバーサルジョイントを、組み込んだリンク機構を組み付けて、連結、角、ピン及びジョイント部の摩擦力によって、鋭敏な揺れ枕の陽動を抑制することで、高速走行時に発生するヘビ行動現象や、ビビリ振動を阻止する機構である。 この機構は高速運転時の乗り心地改善に大きな効果を発揮したが、開発元である JG ブリル社が特許申請しその保護対象となり、しかも同社が特許ビジネスを展開したため、その保護期間中の採用事例は、同社純正品及び同社の許諾のもとで製造された正規ライセンス品に限られ一般化しなかった。 もっともこの機構は高速台車の乗り心地改善に有用であったため特許が切れた第二次世界大戦後同時の原理に基づく機構がボルスターアンカーとして急速に普及した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。